鴨モノマは、江戸時代中期の国学者、歌人。通称三十四、間淵は、出生地の淵群にちなんだ画号で、淵見とも称した。カダノアズママ元織のリナが、平田厚種と共に、国学のように大人の一人とされ、その門流を謙虚の豪から、謙虚学派、あるいは、謙門と称した。鴨ノマは、カダノアズマを使とし、 万葉集などの古典研究を通じて古代日本人の精神を研究し、和歌における古風の尊重、万葉主義を主張して、和歌の革新に貢献した。また、人為的な君心の関係を重視する朱子学の道徳を否定し、日本の古典に見られ、古代日本人の精神性の純粋な表れとされる、作為のない自然の心情。 態度こそ、人間本来のあるべき姿であるとして、古道説を確立した。弟子の加藤千景の伝えるところによれば、外見は普通の人とかなり異なっており、ややもすると、明美無さに欠ける、頭の回転の鈍い人とも見受けられそうだったが、時々彼の言葉には、日本人の真の心が突如としてたばしり出た。その時には、火の打ちどころのないほど雄弁になった。という、 主な著書に、開講、万葉講、国移講、祝詞講、に、暇なび、文移口、語移口、漢字講、かぐら源氏物語新略、言葉物草、などがある。禅宗として、明治期に、鴨のま淵禅宗、昭和初期に、贈呈、鴨のま淵禅宗週及び、後本、鴨のま淵禅宗、昭和後期に、鴨のま淵禅宗が刊行されている。 鴨のノ淵元六十年、とうとうみ国時期里市群、浜松省、岩村に、岡部正信の三男として生まれた。岡部家は、鴨神社の抹社の神職を代々務める旧家で、父正信は文家筋で農業とした。法営四年、十歳の時に、杉浦国神の下で手習いを受ける。国神は、江戸の国学者、門の東アズの弟子で、東ズマの名。 正木を妻とし、浜松で私塾を開いていた。マ淵は、教皇八年に結婚するが翌年に妻を亡くし、翌教皇十年には、浜松宿脇本人梅谷たの養子になる。三十歳を過ぎた頃、家を捨てて、京都に移り、カの東ズマロを師として学んだ。原文元年に、東ズマロが死去すると、浜松へ戻り、埋めたに養子を迎える。 翌元文2年には、江戸に移り、死として偶せられ、国学を講じた。延教3年、50歳となっていたま淵は、御三卿田安徳川家の和学御用係となって、徳川宗武に仕えた。法暦13年、元利の利まが伊勢神宮の旅の途中伊勢松阪の旗子に、宿泊していたま淵を訪れ、生涯一度限りの教えを受けた。 のりナは後に入門し、以後文通が続いた。1769年死去。去年73。鴨モノ間ブ記念会間淵は教育者としても長寿。門下には、元折のりナ荒木田久男ゆ、加藤千景、村田春海、梶取と彦、花輪保吉,吉、内山誠竜、栗田土満、森重子などがおり、謙虚学派と呼ばれる。巧妙な弟子として、 特に優れた女性三人を県門の三才女、特に優れた男性四人を県門の四天皇と称した。また、県門の四天皇に八人を加え、県門十二大家と称される。江戸の住居跡は、鴨本ま淵剣県居の跡として、東京都中央区に説明書きが立っている。また、墓は、東海寺大仙墓地にある。浜松の聖火の側には、 カモノマブチ記念館がある。ありがとうございます。